two-time world champion, Stéphane Lambier. 最後のオリンピックに出場、世界選手権でも連覇を達成しました、スイスのステファン・ランビエール。この第2部ではメッスンドルマ、誰も寝てはならぬ、あのトリノオリンピックで金メダルを獲得した荒川静香さんがフリーで演じた曲です。ステファン・ランビエール魅了してくれました。鶴見さん、この誰も寝てはならぬ、フィギュア界ではおなじみの曲ですけど、演じる人によっていろいろやっぱり変わりますよね。そうですよね。また今回のこのプログラムは彼のスケーティングが本当に生かされた素晴らしいプログラムですね。彼は小さい日本人のスケーターたちにもスケーティングなどを教えてくださっていますが、彼のようなスケーティングできる選手がこれからどんどん増えてほしいなと思います。そうですよね。最後は投げキッス。